山田さんおはようございます。おはようございます。先週は楽しかったですね。<laughs> 今週もまたよろしくお願いいたします。はい、あの白滝の続きの話なんですけれども、はい、あれはあの普通日本人がスーパー行ってまああのこんにゃくとか白滝ケ見えますけど、これ作り方とかどういうふうにこうはじ そういう形になってしまった。豆腐のつく作り方みんな知ってますよね。<laughs> すねこんにゃく,こんにゃくはちょっとわからないわかりない,、ね、いですね。はい、あのこんにゃくはこんにゃく芋というのがやっぱりで不思議なことにですね。うん、こんにゃくの芋なんですね。はい、芋ですけど芋とつくものはさつまいもじゃがいもすべてデンプン質なんです。はい、ところが不思議なことにこの芋だけはカロリー出るというだけあって繊維でファイバーだけしかない。タンパク質も脂肪も 炭水化物も入ってない。その見た目はどんな形の芋えーと芋って分かるか芋とかぼちゃのアイノコみたいな形ですか大きなものではありません。うん、熊田さんのあの白滝の材料やっぱりアメリカで取れるいや,いや、アメリカでは作ってる人は誰もいないんですよ。<laughs> 不思議なんです。悪魔の下誰も作らないなです。<laughs> 今それは原産地はやっぱりですね中国でありベトナムでありあるんですけどご存知のように栄養がゼロのものは貧しい国の人は誰も食べなかった、ね、で日本では群馬県が一番の産地です、うん、ということは群馬県が一番貧しかったんですかで最初は長野県群馬県は貧しい国だったんでしょう山奥だし、ねはい、山奥だったそれがもちろん火山灰で良かったということもありますなるほど、ね、ところがこのこんにゃくの芋はですね、うん 一年で収穫ができないという恐ろしい植物なんです三年経たないとこんにゃくの芋にはならないんですだから手間のかかってそれぞれ言ってて栄養がゼロですから3年の3年ですよね、はい、でそれをです、ね、あの水で洗ってそれを粉にして天日に干してですねそれを粉にしたものを我々は日本から輸入して作ってるんですねですからこれは三年もかけると お百姓さんは3年間収入がありませんからどこも中国の方も今は作らないんですんアメリカの農業でもそうなんです3年間も収入がゼロだと嫌だという人があって試しに私もやってみましたけども皆さん嫌がるんです。ですからこれはやっぱり日本が今までずっと持ってきたのはこれ理由があるんですね。日本だって戦 栄養はあるものを食べるっていうのが常識ですよね。はい、しかしこれがなぜ1500年も。日本に続いたか。たでこれはですね、紐解いてみますと面白かったです。やはりね、宗教な精進料理ってありますよ、ね。ますお豆腐もそのです。宗教のね。はい。はい、でこれはですね、やっぱり仏教の人たちが。あの仏教の、特に仏教はですね、一日二食は。朝早くお経をあげて、ご飯を食べて、ほとんどお粥ですよね。 それでずっといろいろな勉強をして夕方は4時から4時半に夕食2食が仏教の食事の形態でした朝のお粥ってつらいですねつらいですよ若い時にお坊さんの小僧さんとしてみれば大変ですよね,ね、はいうん、ところが4時半に食べますとねおかゆ夕飯も食べるんですけど全部お肉はなかったですね、うん、そうするとお腹が空いちゃうそこで考えたのはこんにゃくの 物をたくさん食べても実はお腹は満腹になるけども、うんね、寝ることができるお腹が空いては実は、うんね、睡眠は寝られないですよね、はい、私もそうなんですけど、はい、それでこの小僧さんたちにあまり力をつけないためにお腹いっぱいになると寝てもらわないと明日朝早く起きてくれないそのために精進料理の中に唯一こんにゃくというのは残ったんですね。 栄養おなくてもいいいんです、うん、お腹いっぱいになると元気に休む熟睡できるそれでまた朝早く起きてくるこんなことでどうも日本でこんんににゃくがずっと続いいたたみでたですよ、うん、も栄養失調なりませんかえそのほかに今言いましたようにお豆腐というすごく栄養のあるものを食べたりああ、ねはい、ですからお坊さんは勉強が第一とですからあんまり力をつけられて小僧さんが本当は力ありすぎても困るんですね。うん 違うこととも頭に入ってくると困る困で勉強が大事だと要するに神に仕える身としては一生懸命勉強だと起きを覚えることだということでおそらく二食という食事形態にもなりまあなるべく栄養をつけなくても生きるだけは生きれるけれどそういう体質にしたのがそれが今原点になって日本人というのは意外と体型もあまり太った人もいなくて。 炭水化物も取らなくても生きているというそれで長生きなんですか白井さん長寿国なんですからいいんじゃないで,うそうですかね。今でも日本の,あの,あの仏教のお坊さんたちその小僧たちですねやっぱりそのような生活ですかやっぱりあのこんにゃくとかとかか白それがメインがそうですけど最近は肉も食べるようになりましたし。 お酒も変わりましたね、はい、変わりました、ね、しかしでもでもそれがこの一般人の食生活食習慣の中になんとなくこう少しずつ入ってくるようになったわけですねそうするとみんな食べてるうちにあらこれ健康的でいいじゃないかということで,いで太ってる人が痩せたう,うですねで。白滝はですねしししかし悲しいことに、うん 白滝、こんにゃくの料理って、白石さん、あと何あります?。私は、ね。何が好きですか?お。おでん。おでんです、ね。ですよね。で、白滝はすき焼き。すき焼きです、ね。それしか頭がれないで、頭たぶん。あと、こう、まあ、田みたいのは、ね。はいはいはい、ありますね。で、この三つぐらいしか普通感動。そうですよね。はい。ということはですね、この前、実は私。日本に娘がおりまして。はいえー、お前、こんにゃくなり、食べるか?と。こう聞いてみたんですね。そしたら。いや、お父さん、食べるよと。おお、いいな。うん どうすんだって言ったら、いや、おでんは好きですけど。コンビニ行って買ってきますと、こう言うんですね。あの<タッ>、それがコンビニ入り口に<タッ>おでんのコーナー。すき焼きどうすんだ。うん、いや、すき焼きも好きですけども、自宅ではしません。<タッ><タッ>どっか行った時に、年に二回ぐらいは食べます。白石さんこうなりますとね、この白滝のものは。これから10、あと十年二十年して消えちゃう。消えちゃいますね。<タッ>聞きました。 こんににゃく組合というのに聞きましたら今まで1,700件のこんにゃく工場メーカーがあったんですけど今はなんと900件だそうです。ということは本当にあと2 3 0年して私の子どもが年を取ってなった時にはおそらくこんにゃくを食べる人 はいなくなるということですよ。もうこんにゃくの存在すら知らないジェネレーションが出てくるかもしれませんね。<laughs> 残念ですね。それをなんとか熊田さんがアメリカで、そうです。どん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 食べていただくと。アメリカこそアメリカの一国の太ってる人ほどですね、このゼロカロリーのが欲しいということが切実に私分かりましたので、あこれはぜひともブランドイメージがわかるスキンニーというブランドにして。 ウェブサイトで販売を始めた。それも面白いんですよ。アメリカの人にどうやって知らしめるかっていうのは、アメリカの結婚シーズンは、うん、ジューンブライドですよね。六月ね、六月ですよね。はいはい、そうするとその人たちがアメリカの人はあのまあ貧乏な人もおられるんですけど、大体白いドレスを大体あつらえるか、うん、借りるか買えるか借りるかいろいろです。その時にあの気の気合わせっていうんですかね。 ううかどうかどをやる。それが123月ぐらいにやるんだそうです。でその人たちの時に一番自分が太ってる時に実感するのがですね自分のファスナーが閉まらないホックが閉まらないあこれは結婚式まで痩せたいと思うのが実はお嬢さん方、乙女心だそうですで。この人たちに分かるようにたくさん食べて痩せませんかというメッセージを 流したところがですねやっぱり結婚式の花嫁になるうちには少し痩せ方でいたいなと思うのは、まあ、人間の真理とてそうなんでしょうねその人たちがそれを食べたらよかったよたくさん食べても痩せるよそれが瞬く間にこの今の広まっ広告ではなくて口伝いで、うん、要するに SNS というソーシャルメディアを通して広がっていったということなんですね。 コマーシャルの後、またお願いします。はい、ます熊田さん。コマーシャル前の話で、はい、ジュンブライドが。その日のために一生懸命痩せなければいけない。はい、あのー、白滝を食べて。好きにパスタ食べて、痩せていくと。はい、これは、悪魔の示じゃなくて、天使の示になりませんか。本当ですね、そういうい。エンジンをスタン。本当ですよね。 そう名前を変えなきゃいけないぐらいですよねこれももしか、あ、ひょっとするとそれが広ま広まっていくとそういう名前になるかもしれませんねな,なってくるかもしれませんよそれまでこんにゃくは確かにシレイさんあのぬるぬるしたですね匂いもちょっとありますから <laughs> そういう名前がついちゃったんだと思いますけどこれからはエンジェルタングですなあそりゃあエンジェルヘアーですそうですね、はい、<laughs> あの しかし久米さんお豆腐もそうなんですけれどもしらたきもそうなんですけれども、はい、その三十何年前にアメリカにいらっしゃる前にまさかお豆腐アメリカ人がそこまで気嫌ってるなんてご存知でしたかいえいえ私のマー,ケンマーケティングのリサーチがダメだったんだと思いますけどまさかですねこちらへ来てから4年目にして「USATODAY」という新聞にありますよね。はいうん でうちの社長は「久保田君アメリカ行ったら英語の向こうの現地の新聞を読め」という命令で読みましたけどももうそんなことやったら僕の英語できませんでしたから1日かかってしまう時点を引きしかしある時見てたらなんとアメリカ人がモストヘイテッズプロダクトのナンバーワンに豆腐が出てて <laughs> いこ私はショックえらいこっちゃなんです <laughs> で私はそれを見てからですね何ヶ月の間に白井さん本当に恐ろしいことが起こったんです。うん 頭をし朝髪をとがしてたらですね五円,、ね、円ハゲじゃなくて五円ハゲはね。れららそれでね本当にあこれはやっぱり僕意外と北海道の育ちですからずっといんですけどもその時はやっぱりショックだったですねやっぱりそのぐらいですねその家畜の餌ということが障害になって。 アメリカ人の食卓に乗るにはかなり程遠いところがありましたですね、うん、普通だったらもう投げて白旗上げて帰りますって言いますけどいや帰たかったですね、うん、本当のところそうですでもどうして残ったんですかいや本当のことを言いますと帰りたい一心だったんですけど、うん、私の会社はそのいろいろ失敗をしますとね帰りますとですね、うん、なかなか行くとこない行くとこない 倉庫に追いやられてですね3年間ぐらい仕事がひょっとすると与えられないっていう人がたくさんそれつらいいんです事業を失敗した人金銭の間違いをして失敗した人こういう人がやっぱり世の中ですからあるんですね私の会社にもあったんですそういう人は資料編纂室というところに集められてですね窓が一つもない部屋にそんなことがありまして怖くてですね何としてもここで一発あげなきゃいかんなとまあ 頑張った原動力はおそそらくそこだろうと思いますね頑張りましたそれでおかげさんでねよかったなっていうのはあのヒラリーさんっていうのは1992年にアーカンソー州から来てくれました、ねはいはい、ホワイトハウスで大統領になった、うん、このファーストレディーのヒラリーさんがですね実は豆腐を少し食べる。 セミベジタリアンだったんんでですすそうなんですかこの人がですね僕やっぱり苦しんでてよかったなと思ったり、うんま、思いましたのはあの方があ,のあるインタビュー記事で「うん、私は豆腐を食べるんでいいんですけどもうちのビルは、うん、ビルっていうのは大統領ですねはい、はい、ビルは豆腐が嫌いなのよっていうのをかすかにニュースでインタビューで僕それを今度テープを取り寄せ聞いたら、はい、まさしく同じく言ってることが分かったんです、えー、何度も聞きました。えーえー それで私はホワイトハウスに豆腐を送ったんでですそれ3週間後にですねサンクスカードってアメリカ人に使いますねそれを実質のサインをしたやつをいただきましてねヒラリンさんからそれがもう宝と思っているんですねで一つだけ良かったのは僕の発想がすごい良かったのはあのトールフリーナンバーっていうんですかあります800万のね万それをですね今 豆腐という今豆腐の時代よっていうのをうまく撮れましたんでヒラリーさんが実はテレビのインタビューでそれを言ってくださったあらまあそうなんですかそれが本当に僕はね味方が「ああ神様はやっぱり一生懸命やれば何か助け舟がくれるのかな」とそうするとスーパーマーケットのバイヤーはそれを聞いててで,ですね「うちも欲しいホワイトハウスが食べ始めたんならおうちでも置いとかなきゃいかんな」すごい 十何万ケースの在庫で苦しんでるとき一気にこれがなくなってしまうんですねだから僕はやっぱり神様がいるんではないかなとというふうに思い始めたのは実はそんな時からですねこの白滝も、はい、どっかの大統領が <laughs>、ね、太っている人ひょっとするとそういうふうに世界を救うことに今今一番世界で悩んでるのは肥満から 行われて発生するいろいろな病気ですよね。ですからおそらくこの品物が特にヨーロッパ全部、ロシアも含めておそらく肥満を少なくするっていうのは先進国の本当の大切な課題なんじゃないでしょうかね。その次に来るのはそこから発生する糖尿病です。今アメリカには四千万人いると言われています。この人たちにお腹いっぱい食べてもらっても血糖値が上がらないのは これなんですこれも医学的に証明され始めましたら恐らくまず病院とかその通りですただ名前がいきませんデビルタグっいうふうにそうしないとお医者さんはそこまでまだ勇気がありませんそうですよね調べてみたらデビルタグそんなことを医者が勧めて万が一あったら食べた人たちもアメリカ人が何か問題を訴訟天国ですから。 ななかなか今何回か、うん、チャレンジしてみましたけど、うん、お医者さんが分かそれと熊保さん今ふっと思いましたけれども日本からまあ原材料のパウダーをこういただくんですよね、はい、これをまあパスタにしてもいいしま美味しく食べられますけれども例えばその錠剤みたいなねサプリメントみたいな。はい、なるほど これだったらそこら辺いっぱいサプリメントがあるから誰も見向きもしないかしらね。なるほどね。私ねついそんな怠け者食べたら時間かかるから。でもね今僕の原点は人間はやっぱりお腹が膨れないと寝れないという常在ではですねその満足感ないよね。同源という思想もですね僕はお知らせしたいなと日本の素晴らしい。 アイデアだと思うんですね。食べ物がすべてですよ。薬とかお医者さんがなくても食べ物だけをやるとかなり元気に健康に生きられるという原点の発信すべきことだと思うんですね。やっぱり楽しく延長して痩せていくことが基本ですね。すす <laughs> さすが熊田さんですね。<laughs> いや熊田さん二週目も大変素晴らしくあのお話を聞かせていただきましてありがとうございます。もう一週お願いできますか。はい、その日本 日本食の世界文化遺産登録の話と今後の日本食の,あの世界中における地位みたいなものをお話ししていただければ来週お願いしますね。今週どううもありがとうございました